はい、どうもキョペチャです。今回ですけども、祝いの間バグっていうのがあるんで、今回はそれをねちょっとやっていこうと思うんですけど、まあね、ダンジョンはどこでもいいんですけど、ただねディープじゃない方がいいかな。通常の、5階までの、フロア数のところがいいと思います。やり方は簡単で、まあ、今から説明していこうと思うんですけど、いつも思うんだけど、この手の正体って一体何なんだろうね。未だに分かんないけど怖すぎるよね。はい、ということで、まずやっていきましょう。途中でねやり方も説明したいと思います。さあ、それではやっていきましょう。今ねコインの数が、99枚あるんで、あと1枚取れば100枚。まあ、そうするとね、通常であれば祝いの場が出現すると思うんですけど、それが出てくる前に、次の回に行く。まあ、そしてね今回はボスフロアに行きます。まあ、そうすると一体どうなるのか、すごいね楽しいことが起こるんでやっていきましょう。さあ、ギリギリ間に合いました。通常であればこのまま八崎とバトルするところなんですけど、なんとボスフロアに祝いの間の扉がある。さあ入っていきます。そうするとね、もう本当にやばいことが起きる。さあ見ててください。ごちそうキャッチしろということで始まりました、祝いの間。やばくないこれ。なんかもうわけわかんないもの降ってくるんだけど、まあ、青いなんか彗星みたいなのが降ってきて、もう突然ねなんか赤いすげえ綺麗なものが降ってくるとやばいこれ無理ゲーすぎるよマジで。本当に難しい。いや、これでねこんなの絶対無理なんで、もしこれで本当にソロプレイで40点取れたら、いや俺本当にねもう神だと思う、その人はこれマジ無理まあ本当にね、通常の祝いの間と違って全体も見えないし、落ちてくるところも下の画面でね見えないんで、本当に難しすぎる本当ね、本当 0. 何秒の時間でこの降ってくるやつを把握しなきゃいけないから、もう本当気づいた時にはもう赤いやつ食らってるみたいな、そんな感じなんでさあ今回12点でした。もう最悪ですね。もう超ド下手くそ。もう突然出てくんなし、いたのかお前らめっちゃひどい点数とか言われましたけど、早く帰られよなんて初めて言われたわお、さあ出口が出てきたね。もう完全にもう方向感覚もわけわかんないことになってる。どうなってんのこれ。宝箱取ります、とりあえず。しかも現 NBI やっぱ12個なんでね。あ、こっちにあんのか。てか見えない、鬼の姿が見えないぞ。まあ、ほんとねこの画面角度も、まあ、通常の祝いの間と全く違うんで、まあ、そして出ましょうここ、まあ、そうすると、まあ、ボス戦になると思うんですけど、なんとボスがいないっていう最悪ですね、最悪です。はい、もうこれはねまあもうリタイアしか道が残されていないっていうね、もうどういうこと、もうこれ完全にバグですよね、祝いの間バグ。まあまあこれはねまあいいとして、あの祝いの間の難易度は本当にもう半端なく高いんで、ぜひもう本当にぜひあれソロで40点以上取れた人いたら教えてください。僕神って呼びますはい、ということでぜひ皆さんも挑戦してみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画見て少しでも楽しんでいただけたら、ぜひ高評価と押しててね。それではキョペチャンでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。